んのラジオやらせろ。どうもサンドイッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドイッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に30局で放送しています。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで、全国どこでもこのラジオを聞くことができます。各局の放送時間やパソコンやスマホでの放送の聞き方は FM 泉のホームページやお聞きの放送局にお問い合わせください。番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp です。797は数字です。よろしくお願いします。お願いします。さあ6月23日ということで、楽天イーグルスホーム開幕の日か。あ、そうですね。ね、いや楽しみです ね。もう6連戦になるんだね、あれね。どうなったん結局。今までは3連戦があってまた違うチームと3連戦っていうのがあったんだけど、うん、まあ今回今年はいろいろあったんで、うん、一気に6連戦やるらしいんですよ。ほんででまた移動日があってまた6連戦。ああ、そういうことか。大変みたいよ。だから6連戦なかなかですね。で1週間のね、月火水木金とずっと試合してるわけでしょ、うん、またこいつかってなるだろうね。いや、あ、ちょっとあったりするんじゃない。いや、なんかだから変わるのかもしれないですよね。だからなんか苦手だなって、うん、このチームに対しても多分あるとは思うんだよ、ね、そうそうそう。で一回そこであれだと、まあまあこれが5日間続くのかいって。いや、あるだろうね。ずるずるって言っちゃう可能性はあるよね。あるかもしれないな。まあ勝てば逆にね、勝てばいい感じでいけるかもしれないけど、うん、いや、どうなることやらね、今年はもうちょっとイレギュラーですから。そうですね。楽しみでしょうね。うん。まあ、この YouTube で聞けるようになってから、はい、メールもね、いろんな方からたくさん増えてて。ありがたいです。嬉しい限り。結構聞いてもらってんの？だと思いますよ。うん。メールも来てますので、はい、読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ラジオネーム、五本毛メガネさんです。どうも。いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。東京で中学受験の塾で講師をやってるんですが、緊急事態宣言に伴って塾の授業が休止中、うん、普段なら仕事をしているこの時間にもともと大好きなサンドのお二人がやられているこの番組をインターネットのサイマルラジオで聞くようになりました。ありがとうございます。最近は、ちなみに5月30日に書いてます、うん、仕事をする時間も増えてきてますが、うん、緊急事態宣言中はかなり自由な時間があったので、はい、それがきっかけで以前にも増して YouTube をよく見るようになりました、うん、伊達さんがただカツ丼を食べている動画も、うん、もちろん見ました、はい、完食こそしていますが普段、うん、特段美味しそうというわけでもなく、なんだよ本当にただ食べてる感じなのが面白かったです。いや、だってただ食べてって言われたから。一つお願いがあるんですが、はい、私の普段教えている生徒でも実はサンドのお二人のファンという生徒がいて、うん、来週の受験の受験生のくせにバスサンドもお風呂いただきますも、うん、博士ちゃんも塾の時間とかぶる時でも録画、うん、してしっかり見ているちょっと困ったちゃんもいるので、あら、ありがたい。カツ丼ということで勝負に勝てそうなあの動画はぜひ削除しないで、うん、来年の受験の時期まで残しておいていただけるとそういった生徒のお守り代わりにもなりそうなのでありがたいと思います。あがめてんな。サンドの2人のご活躍を励みに勉強頑張ってる子どもたちのためにも、うん、お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。はあ、中学受験ね。なるほどね。カツ丼でそういうのね。そっか、受験に勝つお守り的な。なるほどね。次はね、何を食べようかなと思ってるんですよね。天丼とかいろんな丼物あるけど、カツ丼、俺ソースカツ丼かなってちょっと。またカツいきますか。ソースカツ丼とまた違うけどね。まあね、うん、なんだよ、その別に丼じゃなくてもいいけどっていう。あ、そうなの、うん、いや、お前も食ってほしいな、あのまずそうに。まずそうにっていうか、普段の食事がもうまずそうな食い方だからさ。まずそうに食ってもね、みんな見ないと思うんですよね、そこは。いや、見るよ、うん、だって別に俺だってほら、この人言うように美味しそうに食べてるわけじゃないって、ただ食ってるだけだから。まあね、うん、ただ俺と飯ではない気がするけどね。そうなの、うん、
何なんだ、なんで俺と飯なんだ。お前は飯なんだよね。何なんだ、なんでなんだろうな。でも今日はね、そういう、カツ丼飲みましたよっていうメールも結構来てますんで。あ、そうですか。はい、ちょっと、もしかしたらそういう感想があるかもしれないですね。はい。大塩平八郎さん。はい、どうも。伊達くん、富澤くん、こんばんは。こんばんは。サンドウィッチマン伊達のお食事動画でぜひ、うん、ハンバーガー、過去ビッグマックを豪快に食べてほしいです。もちろんポテトドリンクを飲食してほしいです。いかがでしょうか。いやいや、太る太る、俺。太らす企画じゃないんだから。何でしょう、食べてくれっていう。昔ビッグマックなんか小さい頃ちょっと憧れでさ、うん、あんな高いハンバーガー、うん、ね、食べたいなんても言えないなんて思ってたけど、うん、あれでも手に取るとそんなにビッグじゃないじゃん。ビッグマックって俺食べたことないな。ビッグ、え、マジで？お前いつも普通のハンバーガーしか食わないもんね、うん、なんかそんなに、あのダブルバーガー、うん、ハンバーグが2つ、うん、あれはたまに食べたりしてたけど、うん、パンが挟まるじゃない、真ん中にね。だからちょっと多いなってイメージがあって頼んだことないんだよね、うん、あ、そうなんだ、うん、うーん、パンはこの上下でいいなって真ん中にいられないなって、ね、知らないけどさ、だ今すごいのあるじゃない、なんかハワイ、あ、あるね、もう具がたくさんのね、どうやって食うんだよこれってやつ、うまいんだけど、なんかハンバーガーに1000円以上かとかさ、いやそれはね、ちょっとあるじゃん、やっぱあるよね、まあ、それなりにね、あんだけ入ってりゃするんでしょうけど、はい、あとはなんかこう綺麗に食べれないじゃん、そう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 、そこはちょっとな、なんてぐちゃってなっちゃうんだよね、うん、潰して食ったりしない、うん、あれ最後まであんなに綺麗に手も汚さずに食べれる人いんのかな、ハンバーガーな。でもそれやっぱりその食べ方悩んでる人も多いと思うんだよね、うん、だからそこを綺麗に食べれたら、うん、食べ方があるんであればそれはちょっと見たい、うん、それ見たいね。お、これは次ハンバーガー、次ハンバーガーかハンバーガーな、ハンバーガーはあのなんか見た目もいいし、でも結局照り焼きバーガーが好きだな、照り焼きバーガーとフィレオフィッシュと、まあね、うん、あの辺食っちゃうな結局。うまいんだから、俺あのハンバーガーのそういうハワイ系のとか、うん、うまい、あれをおかずにご飯を食いたいんだよね。え？ハンバーグを、ああいうないじゃん。え、どういうこと？ああいうハンバーガー、ライスバーガーじゃん、ライスバーガー。違う違う、普通にああいうハンバーグってないじゃん。ハンバーグの定食とかでも、うん、ちょっと違うじゃん、うん、あのハンバーグでご飯食いたい。やれよ YouTube で。お前じゃあそれな、それやろう、抜いて、うん、でもそう、薄いぞハンバーグ。薄いの、薄いよ。お前がよく食べてるノーマルのハンバーガーのパテなんかものすごい薄いよ。あれは薄いね。あれでご飯食えないよ。薄いか。巻いて食って終わりだよあれ。海苔みたいに。あれでご飯は合わないんじゃないかな。パンだからまだ。まあだからあれ、ああいう、あれはなんだ、ビーフ 100% なのかな。そう。ビーフ 100% のハンバーグがだからそんなにないんだろうね。まああえて歌うってことはね、定食とかだと、うん、そうなのかな、あれでご飯食いてえなと思っちゃうね。いいよ、じゃあそれでやろうね。だからもう多分この時期にはもう上がってるかもしれない、その YouTube が。いや照り焼きがいいじゃん、やっぱ照り焼き。俺照り焼き好きじゃない。あ、そうなの。俺照り焼き食ってるの見たことないな。お前だって普通のハンバーガーしか食わないもんね。うん、お前は昔っからそうだ。昔っから普通のハンバーグ。ハンバーガー。余計なもんいらねえんだよ。ライフの2階のマクドナルド行っても、普通のハンバーガーセットだったもんね。で、1個しか買わないじゃん。ハンバーガー、ポテト、シェイクがあればもう十分、うん。ハンバーガーなんか1個じゃ足りないでしょ、今。いや、別に足りる。いや、足りないよ。ハンバーガーと寿司は、1人前じゃ足りないね。
お寿司も2人前頼むもんな俺とりあえず。今ね、うん、お寿司を結構出前で取るんですよ。昨日も食べて、うん、かきや寿司っていう、かきや、かきや寿司、ピザがやってるお寿司屋さんなんだけど、チェーン店、そうそうそう、そこ美味しいんだよね。うーん、で頼むんだよ。で娘はほら子供お寿司セットみたいな、うん、でかみさんは炙りのセットみたいな、うん、で俺が盛り合わせの2人前頼むんだよね、うん、でかんぴょう巻きとトロタクと鉄火巻きを細、あの細巻き、うん、あれを2本ずつ頼んで、そうするともう結構腹いっぱいなんだけど、うん、結構頼む寿司。あれかんぴょう巻きって食べたい、かんぴょう巻き食いたいね。俺お寿司屋さん行っても頼む。魚じゃないじゃん、海苔巻きね、いわゆるあのカッパとかさ。カッパ巻きは頼まないね今。いや寿司食いてえなっつって、うん、カッパ巻き食ってるやつの気が知れないんだけど、どういうこと。カッパ巻きもお寿司だけど。ああ頼まないね、さすがに。もうでもうまいんだけどね、あのキュウリポリポリって。まあだからそのね、いっぱい食ってて、その合間に、そう合間なんだよ、食べるもんなんだろうけど。そうそうそう、なんでこんなあんのかなって。だから俺は蒸しエビが好きだから、うん、蒸しエビをたくさん食べたいんだけど、うん、回転寿司とか行くと蒸しエビいっぱい食うけど、ああいうなんかこうもうなんちゃらってこう決まってる一人前用のお寿司とかだと1個しか入ってないでしょ、うん、まあ別で頼もうと思えば頼めるんだけど、なんか蒸しエビ10個くださいとか言うのもなんか恥ずかしいから。そうだよね、うん、甘エビはねあんま苦手なんだけどね。食べる何が違う、蒸してあるエビ。味も違う、味も違うよ、うん、ちょっと何言ってんの、何ってんの、俺なんて分かんない。ウォシュレットは飲料水。はい、どうもサンドイッチマンさん、アンパンマン、あ、違う、こんばんは。何言ってんだよ。お尻の兄貴に息子が生まれました。どこをどう間違えたんだよ。かわいいおいっ子、もうかわいい、かわいいといえば伊達さん、もうかわいい、カツ丼食べてるよ。カツ丼になりたいよ。あ、見てたんだ伊達さんに食べられたいよ。どういう目線で見てんだよ。トミー大好きです。なんだよ今日に知るす、何を記してるんだよ。兄貴が子供の名前を考える際に、戊辰の提案で信行を提案しました。すると、それ誰と言われたんで、サンドイッチマンのマネージャーというと、それいいなと言われました。サンドイッチマンも大好きですが、マネージャーさんも大好きです。もちろん名前は違いますが、あー好き。記してんじゃねえよ。考えてるんだ。相変わらずですね、戊辰はね。すごい、狂ってるね、本当に。動画も見てくれてたみたいですね。見てんだね。ありがとうございます。はい。トゥデイさん。どうも。こんにちは。こんにちは。伊達ちゃんがひたすらカツ丼を食べてる動画を最初から最後まで見た暇人の一人です。暇だな。誰が見んだよと言ってましたが、めちゃくちゃ可愛い、一生見てられる、など、コメント欄で絶賛されていましたね。いやー、カツ丼が食べたくなりました。カツ丼苦手なんですけどね。とにかく見ていて楽しかったので、伊達ちゃんが物を食べる動画のシリーズ化希望します。今度は伊達ちゃんが30分ひたすらガムを噛み続けている映像が見たいです。バカじゃないの。カツ丼苦手な人もいるんです、ね、いるんだな。うん、あのご飯汚すのは嫌いな人いるよね。だって牛丼もさ、白ご飯と牛皿頼む人いるじゃん。ああ、そういうことなんだ。そうそうそう、なんだろう、つけたくないっていうね。ご飯を汚すってなんだよ。その概念じゃねえだろ。丼物なんだから醍醐味なんですけどね。なあ、うん、入ってんだよ、うん、ガムを噛み続けるやだよ。ずっとガム噛んでる30分、うん、ペパーミントさん、はい、どうも。YouTube の公式グループカンパニーチャンネルで伊達さんがカツ丼を食べる動画を見ましたよ、はい、とっても美味しそうなカツ丼でしたね。どこで売ってるカツ丼なんでしょうか。大戸屋じゃん、あれ大戸屋。伊達さんがカツ丼を食べながら頻繁に誰が見てんのと疑問を投げかけてて、思わずクスッと笑ってしまいました。少なくとも私が視聴した6月3日時点で伊達さんの動画視聴数が約60万回再生されていたので、やはり伊達さんの食事シーンに世間が関心を持ってるんだと思いますよ。ぜひ富澤さんバージョンもアップしてほしいです。ちなみに私が最近ハマってる丼メニューは油麩丼です。
おお、これからも面白い動画を楽しみにしています。目指せチャンネル登録者数100万人。油ぶどうね、油ぶどう美味しいよね、トメのね、油ふ、油ふか。でもなんか最近それのね、なんだっけ、フレンチトースト、仙台風、ありましたね、美味しかったです、ぜひやってみてください。意外とね、探すと都内のスーパーに売ってるよ、仙台風。そうなんだね。あるある、結構対応できます、ただの高校生さん、はい、どうも。伊達さんのカツ丼食べる動画需要しかないです唯一飛ばしたのはお茶飲んでるところですいや飛ばすだよ。そして次は流行りの作業用動画として卵1時間数えてみましょう。なんか流行ってる、知らない。作業用動画、なんだろう、作業用動画ってなんだよ。なんか作業してねえじゃないか、 YouTube 見てたながら見みたいなことなんですかね。ラジオ集中せえ、卵全集中、水の呼吸それしか言わないですけどね、他の呼吸もあるんでしょ違う、もうその人は水の呼吸しかできない。あ、そうなんです。だからそれなんだ。ウォシュレットは飲料水、はい、サンドウィッチマンさん、カツ丼パンは、あ、違う、こんばんは間違えるわけがない。今ウォシュインのテレビには金髪で髪を逆立てた愛しの可愛いミー君がカツ丼にむさぼりついています。あー可愛い、お茶を飲んでる、指をピロピロしてる、お茶をドンって置いた、なんでだ、お茶を置く姿も可愛い。ミー君、誰が見てんのって言ってたよね。ウォシュインが見てるよもう再生回数30回は稼いでるよ。お前見すぎだろ。ミー君言ったよね、これ見てる人は相当暇ですよって。違うの、これを見ることがウォシュインの仕事なのよ。なんでだよ。ああ、カツ丼になりて、俺も食われてカツ丼に記すウォシュインのお母さん、ウォシュマザーが、アホだ、カツは橋が一番うまいという一言に、それな、大賛成と叫ぶ。ああ、アホだ親と一緒に見てたんですね。何やってんだ、狂ってるよ全員しーちゃんさん、はい、受験が終わり今年から大学1年生です。あら、横浜に住んでるんですが YouTube で配信され始めたのをきっかけに聞き始めました。ありがとうございます。いつかライブ行ってみたいです。応援してます。これね、まともな方もまともですね、いらっしゃいました。なんかありがたいよ本当に、そういう人のためにやってます本当に。ラジオネーム今に見てろさん、はい、サンドの二人こんにちは。初めてラジオに投稿します。ありがとうございます。私が昨日見た夢にサンドの二人が登場したので投稿します。ああ、その前に富澤さん、伊達さん、はい、夢の中に出てきてくださって本当に本当にありがとうございました。いや、ありがとうだろ、あれっつった、新聞勧誘のコントです、伝われって書いてあるんです。いや、やった覚え悪い。ちなみにこの夢では富澤さんが禁煙をしている設定で始まります。まず伊達さんが富澤さんに、お前禁煙してると言っておきながら絶対どっかにタバコが隠してるだろうと言い、伊達さんと私でいろいろな場所にタバコを探しに行きました、うん、途中で富澤さんも加わって一緒に探したんです結局タバコは見つかりませんでした、うん、目つぶし目つぶし、意味のわからない内容ですみません夢の中といえどもお二人と過ごせて本当にハッピーな時間でした。この貴重な経験は一生忘れません。今年のライブツアーが延期になったのはとても残念ですが、DVD を買ったのでまた来年応募します、うん、来年は絶対に生のサンドさんが見たいです。I love サンド。あ、中二女子です。中二？中二だって。はぁ、ありがとうございます。嬉しいね。ありがとう、メール。また送ってみてください。ありがたいね。ちゃんかよさん、どうも。サンドの二人こんにちは、はい。今ラジオやらせろ聞き終わり、うん、いや、これはメールせねばと思って書いてる。なんでしょう。トミーがトイストーリーで泣いた話、伊達ちゃんがびっくりしてたけど、泣いてる人大勢います。え、もうトイストーリーのあのピンチからみんなで乗り越えるところとかは、うん、涙と鼻水ぐちゃぐちゃになるぐらい号泣です。ツイッターとかでも泣いたってたくさん書かれています。だから全然普通のことです。安心してトミー。この間送ったメールに書きましたが、日はまた昇るも泣けますね、うん、泣けるよ。結構トイストーリーの泣くポイントと共通してると思うけどな、うん、そうそう、違うよ。それからブログで紹介されてた冷やしラーメン注文して早速食べました。お、冷やしも熱いのもどっちも美味しかった。教えてもらって嬉しかった、はい、ぜひ他にも美味しい食べ物を教えてほしいです。ほうほうほう。今日はそれアルマゲドンってめっちゃ突っ込みながら聞いてました
アルマゲドンがなかなか出てこなかった。あ、今回も面白かった、こんな時だけど笑えるって幸せだな、ありがとう。うん、うん、と会津番下のね、冷やしラーメン、うん、ちょっと待って、どこなんだっけな、うまいんだよあれ本当に。お前食ったよな前な。いや食べてないです。食べてるでしょ。いや食べてないです。なんでだよ。この食堂石山っていうところの冷やしラーメンがうまいんだよな。福島、そう、うん、そういう段ボールに入ってんだけど、なんか見たことある。これねスープがすげえうまい、とにかく、うん、全部飲んじゃうからね間違いなく。意外とないよね冷やしラーメン食べれるないね、うん、うん、まあ北方ラーメンの雰囲気なんだけど、うん、すごい美味しい、氷浮かべてさうまいよね、うん、注文して食べてみてください。はい、野田さん、どうも、はじめまして。はじめまして。いつも楽しくお二人の掛け合いを拝聴しております。ありがとうございます。さて、私はサンドウィッチマンの大ファンであると同時に、はい、歌手のゆさみもりさんの大ファンでもあります。おぉ、ゆささんね。昨日、ゆささんのインスタで、伊達さんにいただいたというアジの開きストラップがアップされております。一体どういうつもりで渡したのか教えていただけないでしょうか。そこまで親しい仲なのでしょうか。アジの開き、こんなんあげたんですか。なんかあげた記憶あるね。なんであげたかをもう全然覚えてない。いつあげたのかも定かではですね。うん、まあ、ゆささんね、うん、ビッキの会っていうね、そうそうそう、会なんかでも一緒になりましたし、山寺さんね、うん、そうそうそう。僕の小学校の先輩になるのかな。で、僕の中学校の先輩で、うん、うちのかみさんの高校の先輩、うん。仙台なんでね。ずっとね、うん。そうそうそう。あ、高校、大学かな、高校、大学かもしれない。そうだね、うん、そう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 、そういうのがあって仲いいですね、うん、だから渋谷の公会堂のライブ、うん、ライブっていうかコンサート見に行ったり、うん、行かせていただいたりとか、うんうん、すごいよね。全く味の開きストラップなんであげたかを覚えてはいないっていう。多分ふざけてあげたんだと思う、ね、うん、ちまさん、はい、どうも。スタッフの皆様、サンドウィッチマンさん、いつも楽しいラジオありがとうございます。はい、ラジオをやらせる方が YouTube でも聞けるようになり、うん、嬉しい限りでございます。さて、以前の放送でバッタのお話をされていました。ああ、ね、バッタね、去年の漫才サミット長野ではイナゴをごちそうさまでした。はいはい。あ、イナゴをあげた方、うん、初イナゴだったんですが、美味しかったので、バッタも佃煮にすればいけるんじゃないかと思った次第でございます。イナゴソフトクリームなんてのもある長野県、いい、またお越しくださればと思っています、うん、またお会いできる日を伊達さんにいつかハグしていただく日を夢見ながら毎日頑張っておりますので、コロナに加えて寒暖差の激しい毎日ですが、お体に気をつけてお疲れの出ませんように。なるほどね。砂漠飛びバッタはできんのかな。佃煮できないんじゃない。でかいけどね。でもう色がさ気持ち悪いじゃないか、黄色とか。うん、なんかねバッタを倒しにアフリカ見た、見ました、面白かったです。あ、読んだ、読んだ、読んだ。あ、全部、うん、早いね。いつ、いつ、うんこするたびに読んでました。じゃあ結構読んでる。結構ね、あの1日8回ぐらい。結局でも今の、うん、状態で言ってるかどうかは分からないんだね。え、今この大発生してる状態で言ってるかどうかっていうのが出てこないよね。うん、あ、そうだね。過去の、そう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 、っていうことだよね。うん。うん、今の現状気になって言ってんのかな。まあ言ってる可能性はあるよね。うん、もう専門家だからね。うん。なんかやってんじゃないの。だからそんなに。注目されてないだろうけど、なんか軽く調べたけど、うん、なんかあんま出てきて来なくて。あ、そう、うん、もうちょっと詳しく調べれば出てるのかもしれないけど、パッと見た感じがあれないなと思ってやめちゃったんだけど、なんかしらね。あ、そう、やってんの。今がすごいもんな、うん、今が大発生してるからね。今行ってないとっていう感じだよね。うん、なんかちょっと話変わるけど、神奈川の三浦半島のあたりで異臭騒ぎがあってさ、うん、すごいんでしょ、あれ500件ぐらい警察に連絡来て、うん、なんか嗅いだことのない匂いがするとか言って、
で大騒ぎして、でも全然あの原因が分からずに、うん、そのままになってるらしいんだけど、うん、あれなんかいろんな説があるんでしょ。まあその地震、阪神淡路の時も1ヶ月ぐらい前からなんかこう変な匂いしないみたいなのがあったとか、うんうん、らしいね。あとはそういうなんかテロ的なのの、うん、なんか準備してんじゃないのみたいな予行練習というか、あそこほらアメリカの基地も近かったりするから、うんうん、そういうのじゃないのっていう説もあるし。へえ。なんかね、だから俺三浦半島でよく釣りに行くから嫌だなと思って、あの辺でもそのニュースのコメントのとこ見たら、うん、まあそこら辺に住んでる人が、うん、なんかちょっとこの自然に出る感じの匂いじゃなかった。あ、そうなんだ。なんか化学物質っぽい香りでしたみたいなのも書いてあったんで、ちょっとなんだろうね、ことやらですけど、ちょっと気持ち悪いね。でこの間さ、ちょっとしか揺れてなかったんだけど、震源が東京23区っていうのがあったのよ。本当にちっちゃい地震で震度2ぐらいだったんだけど、なかなか震源が東京23区ってないじゃん、うん、あんま聞かないじゃんね、うん、それってある意味直下地震じゃん、うん、ちょっと警戒しといた方がいいかもしれないね。うん、ちょっとね、うん、阪神の時そういう匂いとかあった？全く記憶ないです。ただ前日、本当だよ、阪神大震の前日の夜、めちゃくちゃ大きい真っ赤な月あった記憶あります。真っ赤な月、真っ赤な、だからそのうん、今で言うだからストロベリームーンとかっていうなんかいい夢ってます。だからその赤かった月はすごく覚えてます。だから何かしらね、これがもしかしたら前兆だったんじゃないかっていうのは後になってね、うん、まあ代表なもので言うと地震雲とかあるよね、ちょっとこう 縦に長い、うん、大体のやつが飛行機雲らしいんですけど、うん、まあでもなんか最近夜中に妙にカラス鳴いてたりとか、うん、っていうのもあるから、あれなんかお前から連絡来たよな。あとなんか川の水水位が下がってるみたいな、下がってるなとか、うん、毎日そういうのを見るようにしてるから、うん、大丈夫かなって警戒はしてます。うん、ちょっとねその異臭騒ぎは原因がわからないけどね、うん、いやだからまあどこでねそういう震災が起きるかわからないけど、うん、東日本大震災の後なんかはさ、みんなちょっと水を貯めとこうとか、うん、缶詰用意しようとか、うん、備えてたじゃん、うん、あれちゃんとなんかこう気づいた時に補充するだとか、うん、新しいのに変えとくとか、うん、やっとかないと、うん、って思うよね。うん、うん、だからあのそのお金がね、うん、あの電子マネーにしていきたいみたいな、うんうん、うん、話もあるけど、うん、どうもちょっと震災を経験してるとね、そう、ああいう時にレジが使えなくなるから、そうだよ、結局どうなんだろうって、ある程度現金は持ってないと、うん、あのいざっていう時購入できなくなっちゃうからね。そう、ピッっていうのができないから、そう停電だから、なんせ、うん、だそれ言うと本当にね、俺何回も言うけど、あのオール電化、うん、電気自動車もそうだけど、うん、あのちょっとな、あのなんだろうな、あのガスボンベのコンロを用意しておくとか、うん、全部それに頼っちゃうと何もできなくなっちゃうから、そう有事の際にね、そう全部任せるのはちょっとなっていう、怖いよね、あるよね、うん、それこそ充電できなくなったらその、
お財布携帯なんかも使えないわけですか。使えない使えない。まず携帯が充電できませんから。うん、本当に。ちょっとね。まあな、東京がもしそんな状況になったら、なんだろう、2日ぐらい、3日ぐらいでなんとか回復するのかね。まあ対策はね早めにするんでしょうけど。うん、ちょっとね、その一時的なそういう時に何も、うん、持ってないとちょっと怖いですよっていうね。あれってどうなんの、あのマンションの自動ドア。マンションの自動ドア、うん、鍵さして開けたりピピピピってやって開けたりするじゃん、うん、あれって開くのかな。開かないですね。じゃあ入れねえじゃない。いくら家に備えてもまず入れない。マンションの規模にもよるでしょうけど、そのある程度ほら蓄えがあったりするじゃないですか、マンションによってはね、うん、そういうとこ大丈夫でしょうけど。自動ドア開放するのかな。自動ドアなんか別に、自動ドアってどこまでの自動ドア、最初の自動ドア、うん、あんなのは別に手でこうやってやれる、開けっぱなしじゃない。開けっぱなしにするの、うん、管理人が、うん、うん、ピッてやるタイプですよね。そうそうそう、その辺はどうなるのかな。いやマジで怖いよな、うんうん、気をつけましょう皆さん、ね、サンドウィッチマン。ラジオやらせろ。今日ね、あの、うん、車で走っててラジオ聞きながら、うん、レイクの100万回の I love you が流れてましたね、うん、元気かな。レイクは元気なんですかね。侍サムライジャパン、ジャパンプロジェクトみたいな、うん、やってます、ね。なんでしょうあれ。わからないですけどね。サムライの格好して、うん、ちょっとショックだったのはね、日本人の、そうだ、ベースの子、うん、捕まっちゃいました、ね。何やってんだよあれ。なあ、もったいない。もったいない、せっかく頑張ってたのにさ、うん、でそのプロジェクトも解散、解散するんでしょ、なったみたいですけどね。うん、いや結構ショックだったなあれな。せっかくね、いい歌歌うし、うん、僕らのね番組の曲なんかもね、僕らの漫才のね、うん、盛り上げる最後の曲もあれで、ライブの時のね使わせてもらう。まあ曲にあれはないだろうけど、うん、もったいないね。メンバーもかわいそうだし、うん、ファンもたくさんいたのにな、ね、うん、ちょっと悔しい感じがしますけど。そうだね、まあでもね、悪いことだから、うん、うん、ちょっとそうなってもらってね、立ち直ってほしいけどね、うんうん、はい、じゃあ僕らは捕まんないようにしましょう、はい、ね、ということでまた来週です。さよなら。さよなら。サンドウィッチマンのラジオやらせる。